梅村里氏は、日本の政治家、医師。日本維新の会所属の参議院議員。厚生労働大臣政務官を歴任。大阪府堺市生まれ、大阪市淀川区十三13育ち。13幼稚園、大阪市立加密小学校、大阪教育大学附属地、田中学校、大阪教育大学附属高等学校池田校舎、大阪大学医学部卒業。 半大医学部の同期に、同級生に、産婦人科医の装備源がいる。大学時代は、水泳部に在籍していた。2001年に、医師免許を取得し、大阪大学医学部附属病院で勤務した。2002年、美濃市立病院内科に転勤。2004年、大阪大学大学院医学系研究科入学。日本内科学会認定内科医を取得。 2007年7月の第21回参議院議員、通常選挙に民主党公認で大阪府選挙区から出馬し、128万1502票を獲得し初当選した。2012年10月、野田第三次改造内閣で厚生労働大臣政務官に就任、生活保護制度改革に取り組んだ。2013年7月の第23回参議院、 議員通常選挙に民主党公認で大阪府選挙区から出馬するが33万7378票で時点となり落選した。2013年9月29日民主党に離党届を提出した。2015年淀川内科クリニック理事長に就任。2016年7月の第24回参議院議員通常選挙比例区に 大阪維新の会公認で立候補し、3年ぶりの帰り咲きを目指すが、落選。12月13日、日本維新の会衆院兵庫一区支部長就任が発表された。2017年9月30日には、第48回衆議院議員総選挙の日本維新の会第一次公認候補として名を連ねており、兵庫一区から出馬するも、落選。2019年2月、 同年7月に行われる第25回参議院議員通常選挙の比例区候補に内定。同年7月21日の第25回参議院議員通常選挙にて日本維新の会から比例区で出馬し58,269票を獲得して党内3位で当選。6年ぶりに国政復帰を果たした第24回参議院議員通常選挙において 選挙運動の見返りに金を払う約束をしたとして、梅村の後援会事務所、職員二人が公職選挙法違反容疑で大阪府警察に逮捕された。ありがとうございます。